でもユータといるときは少し丸くなるよな。パンダ先輩、あと一人乙骨先輩って唯一手放して尊敬できる人がいるが、今海外みんな優秀だよ。特に3年はかり、2年乙骨、彼らは僕に並ぶ術師になる。ユージもその一人だった。こいつらが乙骨と3年の代だね。まあいい、どうでもいい話を広げるな。俺はただこいつらが乙骨の代わり足りうるのか、それが知りたい。返答次第では今ここで半殺しにして、乙骨最低でも3年は交流会に引っ張り出す。どうやら退屈指導士ってわけでもなさそうだ。乙骨に伝えとけ、お前も出ろと。めんどくせえ。俺パンダ、人間の言葉わからない。鮭、敵さんだけじゃない、はかりに乙骨、そっちの東堂、生徒のレベルも近年急激に上がっている。これからの世代は特級なんて物差しじゃ測れない。牙を剥くのが僕だけだと思ってんなら痛い目見るよ、おじいちゃん。去年勝った方の学校でやんだよ。勝ってんじゃねえよバカ。俺らは去年出てねえよ。去年は人数合わせでユータが参加したんだ。リコの開示前だったからな。圧勝だったらしいぞ。京都でやったから見てねえけど。許さんぞ乙骨ユータ。乙骨いねえじゃん。乙骨がいないのはいいとして、1年2人はハンデが過ぎないか。ロボだ、ロボがいる。だって人間気持ち悪いじゃん。目標のために命がけで頑張っちゃったりさ、サバサバしてんだかウジウジしてんだかよくわかんねえし、まそういう俺にない部分が好きなんだけどな。キモいけど。